ずるずる。どうも、すするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、茨城水戸の王道淡麗系ラーメンのお店、こちらです。ドン。車の方が行くのは楽です。 JR 水戸駅から車で15分くらいのところにあります中華そば三浦さんにお邪魔してます。こちら三浦さんも結構前なんですけど、過去に一度訪問しておりまして、以前もね、麺が美味しい王道淡麗系の醤油ラーメンいただきました。前の時もやっぱ麺が美味しいっていうのがあって、ラーメンプラス間までガッツリ行っちゃうっていう感じだったんですけど、当時の場所からお店が移転しまして、さらにですね、麺が完全なる自家製麺と移行したということで、かなり期待も高まっております。茨城の中でもね、水戸市の方に行くのはちょっと久しぶりなんで、かなり楽しみだぞということで、早速すずりに行っちゃいましょう。レッツゴー。こんにちは、本日はですね、水戸のね、この中華そば三浦さん、久しぶりにすずりに行きたいというか、移転したらしくてね、ちょっとまたリニューアルしたらしいんで、ちょっとすずりに行きたいなということで、その道中で皆さんからいただいたコメントの方も読ませさせていただきます。誰かが言ってたけど、スープ全部飲まない方が生涯で食えるラーメンの量が多くなるから飲まないって言ってたと。これ確かにそうなんですよね。最近そのショート動画の方で、あのラーメンのスープ飲むか飲まないかみたいな動画をちょっと出させてもらったんですけど、僕が言うのもなんだし、あの店員さんとかにもね結構言われるんですけど、いやスープ全部飲むのは控えといた方がいいよみたいな、あの言われることが結構あったりして、もちろんねスープにやっぱ旨味とかが詰まってるんでめっちゃ飲みたいんですけど、なんやかんやね健康のこととか考えると、まあ控えた方がいいんじゃないかっていう気はしますよね。もちろんあの淡麗スープとかね、結構飲みやすいラーメンだったらもうついつい飲んじゃうことありますけど、家系とか二郎系とかね、そもそも飲み切るのが大変っていうのもあるし、まあ、僕も30代になってしまったんで、やっぱここら辺も考えつつね、やっぱ長くラーメンと付き合っていきたいなと思ってるんで、やっぱね生涯ですすれるラーメンの数増やしていきたいですからね。ほんと昔から大好きで初コメです、ありがとうございます。最近付き合った彼女もすするユーザーで、喧嘩した時は黙ってすする見ようって決まりました。かっこすするは何も考えずに見れるからお互いの気持ちも収まりそうという理由。確かにね、話は変わりますが、広島にはラーメン文化なかったらしいのですが、最近ラーメン屋さんが増えてきました。広島にもまたぜひラーメン旅来てくださいということで、広島はね、それこそ尾道とかは割とよく行ってるんですけど、広島市内に関してはあんまり僕行ったことがなくてですね、それこそあの広島風担々麺とか広島つけ麺とかいろいろあったりするし、まあ、あとラーメン関係ないですけど、もう広島風のお好み焼きめっちゃ好きなんで、お好み焼きの下にあのあれね、麺があるやつね、あの麺めっちゃうまいんですよ本当。広島風お好み焼きのもう炭水化物で大変なことになってるんですけど、なので広島市内もね行きたいし、まあ、なんならね広島市民、今もう広島市民球場じゃないか、あのズームスタジアムかとか、ちょっと広島カープのね試合とか見てみたいなと思うんで、広島久しぶりに行きたいです確かに。そしてね、なんかこのコメント結構あったんですけど、八王子って本当に東京なのでしょうか、次は23区でお願いします、めっちゃ八王子めっちゃ失礼だろみたいなコメントがすごい来てて、僕やっぱ青森県民なので、八王子とかももう関係なく東京のイメージなんですけど、これでもどうなの、なんていうのかな、もう本当にめちゃくちゃ勝手な偏見で申し訳ないんですけど、ガチンコのシティボーイシティガールの人ってこういうことあんま言わない気がするんですよね。だって八王子までそれは東京じゃないですか、分かんないです、八王子の人がこう自虐気味に言うとかあったら分かるんですけど、八王子も東京だろそら、東京と八王子市なんだから、まあ、東京のご当地ラーメン何って聞かれたら、やっぱ僕八王子ラーメンな気がするんだけど、他なんかご当地ラーメンらしいな、まあハルキアとかはまあ一応東京醤油ラーメンみたいな感じしますけどね、八王子は結構ラーメン屋さんも多いんで、僕はすごく好きですよ東京の中で。そして私は麻雀には苦い思い出しかありません、役は覚えられないし、牌はうまく詰めないし、焦って超音ばかり、仲間に入れてもらえなくなり、麻雀の時は隅っこで漫画やってました。これ確かに苦い思い出だね。まあそうです、確かにあの僕は、めっちゃ麻雀好きなんですけど、麻雀をやる人たちってその中でなんか一つのこうグルーヴみたいなのがめっちゃ生まれるんで、まあ、やっぱある程度慣れてる人と一緒にやりたいみたいなのは結構あるかもしれない。とはいえなんか初心者の人とかを交えてもうバシバシ打ってたら、それはそれでなんか変ですからね。そういう時はあの麻雀以外の遊びをした方がいいなと思うから、雀荘とかってのね、隅っこの方に結構漫画がいっぱい置いてあったりするんで、まあそういうのを読んでこうのんびり過ごすっていうのも楽しいですよね、雀荘での過ごし方としては。スル TV をねご覧くださってる方で麻雀やる方いらっしゃいましたら、ぜひぜひ一緒に打つ機会ありましたらよろしくお願いします。というわけで三浦さん到着しました。前よりねやっぱ移転した後なんで、もう駐車場もめちゃくちゃ広くなってるし、お店もちょっと心なしか広くなってる気がします。以前食べた時はねまだ自家製麺じゃなかったんですけど、現在も自家製麺のお店になっているということで、非常に楽しみです。早速すすりに行きましょう、レッツゴー。さあ中華そば三浦さん、ハイテクショーケースです。今回は地鶏醤油そばを特製で、そしてご飯もののチャーシューご飯、さらに豊富な味付き替え玉の中から悩んだ挙句、気になるお味の花山椒ハーフをプッシュしました。もうねお店がめっちゃ広いし、なんかゴージャスになってる、雰囲気ありありです。マジで自家製麺もめっちゃ楽しみ。移転前は7席ほどのカウンターのみだった店内は、現在はテーブル席も増え、広々とした印象となっており、清潔感も抜群でとっても良きです。厨房ではチャーシューご飯用の香ばしい焼き目のついたチャーシューが大きめにカットされており、バーナーで大胆に炙られる様子に早くも食欲が爆上がり。麺箱には毎朝製麺しているという自家製麺が美しく並べられているのも見え、しなやかな動きで茹でられる麺におのずと期待も高まってきます。スープにはラーメンのお肉と佐野稔氏によってプロデュースされた山水地鶏がメインで使われているとのことで、厳選された材料で丁寧に作られていく様子を見ながら、ラーメンの到着を待ってるぞ。
こちらが中華そば三浦さんの地鶏醤油そば特製です。うっほー、澄み切った色のチンタン醤油スープには分厚めに浮いたチー油が輝いており、大判のチャーシューや青ネギなどのトッピングも美しい完璧なビジュアル。ゴロゴロと入ったチャーシューと卵黄が生めかしいチャーシューご飯や別皿の特製トッピングも楽しみだぞってことで、早速いただきます。まずはスープから一口飲んでみると、なほーん、じんわりと優しく効いた地鶏の旨味がまずは全身を駆け巡り、表面に浮いたチー油がコクをプラスしてくれて、まったりとした味わいも楽しめる奥深い醤油スープ。旨味調味料不使用となっているため、上質な素材由来のネイチャーな旨味がスッと体に入ってくる優しさも感じることができ、鶏と醤油の地味深い旨味と甘みがじわじわと染み渡ってきます。そんな上質なスープの中からお待ちかねの自家製麺折りとして、よっしゃそうするすっぴーん。低加水のストレート中細麺はしっかり中まで火の通った柔らかなすすり心地で、シルキーで滑らかな喉越しがたまんねー。食感というよりすすり心地、喉越しを楽しめる自家製麺といった趣でありながら、小麦の風味も豊かで、浜の番長の等級のごとくスイートスポットをしっかりと捉えてくる請求力を備えています。店主さんに後ほど聞いたところ、製麺の際には乾水を少なめにして繊細な仕上がりにしているとのことで、うどんライクでプレーンな味わいが非常にすする好みなもの。乾水少なめと書いてすすると読みます。覚えておいてください。大判のチャーシューは柔らかくジューシーな低温調理の豚肩ロースとなっており、しっとりとした食感と繊細な肉の旨味がいけてる。厚みのある鶏もも肉の方は皮目を香ばしく炙られており、あっさりとした味付けながらスープとも調和する、こちらもジューシーな肉感がたまらないもの。お次はいよいよチャーシューご飯に手を伸ばすと、上に乗った卵黄を崩して全体に絡めていきます。台風クラブバリの破壊力のあるビジュアルに、生つばを飲みながらおもむろに食らってみると、甘辛いタレと炙られたチャーシューの香ばしさが絶妙にマッチし、ご飯との相性も抜群。それを包む卵黄の三浦マイルドなまろやかさもたまらなく、ぜひとも試していただきたいサイドメニューとなっています。スープは後半になって温度が下がってくると、ほんのり魚介の風味も感じるようになり、とにかく上質で奥深い丁寧な仕事が光る仕上がりにため息すら出てしまいます。そのまま最後にとろりと黄身がとろける味玉を食らえば、お次は和え玉風の味付き替え玉へゴー。花山椒ハーフの味付き替え玉は着丼時から刺激的な山椒の香りが漂っており、糸唐辛子や刻み玉ねぎなどの華やかなトッピングもナイス。タレを全体に絡ませるように下からがっつり混ぜていくと、ややオイリーで光沢のある魅力的なビジュアルと変化。そのままズババッとすすってみると、ラーメンとは異なる茹で加減のザクッとした麺の食感を楽しむことができ、後から抜けるホアジャオの香りとビリッとしびれる辛さも癖になる刺激的な美味しさ。味変用にホタルイカとナンプラー、そして昆布とレモン、アップルビネガーという調味料が用意されており、ホタルイカ好きなすするはホタルイカとナンプラーをかけてすすってみると、ナンプラーの香りがなかなか強烈でエスニックな風味を味わうことができます。味付き替え玉はラーメンとはまた違った個性的な美味しさとなっているため、三浦さんの麺を楽しむにはこちらも注文必須でしょう。そのまま丼2杯とご飯物まで腹パンになりながら食らい尽くし、大満足で完食です。大変美味しくすすれました。自家製麺になったことでより魅力が増した、茨城に行く際はぜひとも訪問したい一杯でした。それではごそれお疲れ様です。ありがとうございます。お疲れ様です。はい、ごちそうさまでした。いや、中華そば三浦さん行ってきたんですけれども、うまかったですね。特にやっぱ麺が美味しかった。久しぶりにお会いした三浦さんもね、非常に元気そうで何よりだなと思いつつ、提供されたのも非常にこう凛とした美しいビジュアルを教えて、スープ一口飲むと、まあ、基本的にはやっぱ地鶏の旨味がこうベースになってるんですけど、返しの方にほんのりこう魚介、特にこう貝の旨味が効かされてるような感じがあって、最初スープが熱いうちはこの魚介系の旨味はそこまでこう主張してこないですけど、温度が下がってくると一気に貝の旨味がねグッと出てきて、前半と後半でまたちょっと違った表情が見られる、さらにこうクレッシェンド的に旨味がこう増強していくようなスープで、さすがのクオリティでしたね三浦さん。そしてね、やっぱ個人的にもう麺ですね、まあ、スープもちろん美味しいんですけど、やっぱ三浦さんの麺が美味しい。個人的に私すするが非常に好きなのが、もう結構いろんな動画でも言ってるかもしれないですけど、僕やっぱ青森県出身なので、青森県のラーメンで結構ラーメンの麺がね、ほんとうどんみたいな、ちょっとこう、まあ、ラーメンの麺に使われるこの乾水ってものがあるんですけど、この乾水が少なめでちょっとこううどんみたいな食感と風味があったりするんですよね。なんかよりこう小麦の風味がダイレクトに感じられるっていう。三浦さんもね、なんかちょっとそれにこう通ずるところがあって、なんか麺もね、こうコシがあるっていうよりはいい意味でのこの柔らかさがあって、すごい滑らかなすすり心地と、噛むたびに広がっていくこの小麦感、これがね個人的には
すごくいいなと思って、店員さんにちょっと食べ終わった後に乾水少なめですかって聞いてみると、乾水少なめで自家製麺されているということで、であとなんだろうちょっとこう塩を多めにしていて、よりちょっとうどんっぽい麺にしてますっていうお話をされていまして、いやなるほどなと。私すらの乾水少なめもしくは無乾水の麺で大好きなんで、じゃあうどん食っときって話なんだけどね。もうでもラーメンでそういう感じの麺を作ってるのが僕好きなんですよすごく。いやなのでね、やっぱ三浦さん麺がすごいハマりましたね本当。麺だけでもね結構味がするんですよ。麺にしっかりこう風味があって、それこそなんかオンリー麺で食べてみたいぐらい、そのぐらいねしっかりと美味しい麺でした。そしてそんな三浦さんの麺をより楽しめるのがやっぱ和え玉ですね。茨城県で、ね、先日伺ったの煮干し中華そば市川さんがあるんで、和え玉が生まれた地なんですよ。で茨城のお店で結構和え玉がすごい盛ん、まあ、盛んというかいろんな種類があるお店が多くて、それこそ同じ水戸でいうと、ね、松崎さんという店もここもすっごいいろんな和え玉出してるとか、あと鬼物語さんもいろんな和え玉出してるんですけど、この三浦さんも結構ねいろんな味わいの和え玉ありまして、今回僕は花山椒ホワジャオの効いたちょっと担々風の和え玉いただきました。和え玉だとちょっと混ぜそば風にいただけるんで、よりこう麺の風味をねしっかりと感じることができまして、やっぱ麺を味わうならね和え玉までじっくり堪能していただけると嬉しく思います。今回ね久しぶりに水戸の方に来たんで、まあ、結構どこのお店に行こうかちょっと迷ってたんですけど、久しぶりに三浦さんの自家製麺そしてラーメンいただくことができて非常に嬉しかったですね。ごちそうした。それではスーの公式キャッチフレーズ、中華そば三浦さんコントロールエアー、しっかりストライクゾーン痛めてくる感じですね。